前回ここに来た時はまだエデンの絵じゃなかった。変化は気づかぬうちに起きる、そうだろ？どうしてここにいるの？あ、待って、まさかあなたも記憶体？渡りガラス殉職したの？本当かどうか直接自分で確かめてみたらどうだ？遠慮するわ。ここに何しに来たの？ヨルムンガンドの幹部として頑張ってる後輩を見に来ただけだ。何か不都合でもあるのか？この古の楽園に関して私はお前よりずっと詳しいぞ。ちょうどよかった。あなたに聞きたいことがあるの。ヨルムンガンドの幹部は全員古の楽園で洗礼を受けたと言ったわね。それってあなたはここの終点に行ったことがあるってこと？ああ、最初の目標は確かにそうだった。が試練をクリアする基準は一つじゃない。他の人は知らないが、私自身は少しばかり特殊な手段を使ったんだ。ヨルムンガンドは融通が利かないわけじゃない。大事なのは自分の価値を証明できるかどうかだ。とはいえ、あの頃の私もここに随分と長いこといたんだぞ。本当に懐かしいな。まあ、私のことはいい。そっちはどうだ？順調に進んでるか？順調かどうかは置いておいて、今のところ一部の人と知り合えただけね。融合戦士のことだな。確かに彼らは個性が強い。それで仲良くなれそうな人はいるか？外で何かあったの？別にそんな話をするためにここに来たわけじゃないでしょう。後輩に会いに来ただけだって言ったろ？雷電家のお嬢様が悪い奴らにいじめられてないか心配でな。なのにお前は私を歓迎していないようだ。いいだろう。すべてが終わった後、また会いに来る。待って、もう一つ聞きたいことがある。あなたがここに閉じ込められていた時のことが、この楽園の異常事態と関係あるのかしら？異常事態？どんな？まさか、お前もあの仮面をかぶった男に邪魔されたのか？いいえ、彼のことじゃないわ。ここの管理人のクラインに会ったことはあるわよね。彼女の言葉を借りると、古の楽園自体に異常が発生したの。クライン？聞いたことがないな。というか管理人なんていたのか？楽園の異常事態、確かに私もいくつか目にしたことはある。だがお前の言う異常を見ない限り私も断言はできない。こうしよう。どうせ私は今他に仕事がない。ここに残ってお前に付き合ってやる。どうだ？バカンスしに来たの？組織の重要な資産の修復に協力する。
それは重要な仕事にならないか？勝手にすれば、私の邪魔さえしなければ。承知した、お嬢様。雷鳴の時比率完成。はーい、また来たわよ。行きましょう。行動開始。電線雷鳴の時できた。肉体電線雷鳴の時できた。これはもともと電線雷鳴の時比率この電線雷鳴の時できた。行きましょう。すっ
戦雷鳴の時。雷鳴の時。過程は美しくない。雷鳴の時。できた。こんなふ。雷鳴の時。起立。完成。私の助けが必要みたいね。伝染雷鳴の時。コード開始。行きましょう。先輩寝たの。伝染雷鳴の時。できた。Shit!
誰かについていく必要はありません。伝染雷鳴の時ライデン・メイ、来るのが少し遅いぞ。どうしてここにいるの？私の記憶が間違ってるのか？その質問、すでに一回答えた気がするぞ。仕方ない、仮を作ってしまったら嫌なことも断れないさ。すまないがお嬢様、これ以上楽園に深入りさせるわけにはいかない。ヨルムンガンドは後輩への配慮の仕方が特殊なのね。嘘はついてないさ。今でもそれが私がここに来た理由だ。何かがお前の邪魔をしてくれればいいと私はずっと期待してた。どうして？へえ、あなたには無理とかそう言われると思ったがいいだろう、私の考えすぎだったようだ。こう言おう、お前が一線を越えたと思ってる人がいる。一線？どうやら私たちのその言葉に対する定義は違うようね。この古の楽園で私はまだ価値のあるものをあまり手にしてないわ。さあな、私も命令に従うまでだ。お前が何を見たとかじゃなく、これから何かを目にするからじゃないのか。ここの異変のせいで予想外の状況が発生したからな。あなたが楽園に異常を発生させたの？そんなことすると思うか。私の目的はお前をここから連れ出すことだ。わざわざ不得意なやり方を選ぶ必要はない。なあ、私と一緒に戻らないか？どうだ、時間の節約にもなるだろ。私の答えを知ってるはずよ。私がここに来たのはケビンが隠し事をしてるから。もし誰かが私を邪魔したいというのなら、それは私が私の手にしたい答えに近づけているということよ。つまり無理な相談ってわけか。仕方ない、戦ったふりをしてでもお前を阻止しないと任務の報告ができないからな。戦ったふり？本当にそれだけのつもり？この場所はあまり好きじゃないが、めったにないチャンスだ。こういう手加減のできない戦闘は現実だとどちらかが死ぬまで終わらないだろう。神の鍵と黄泉の杖を持たない私が律者とどれくらい差があるのか。すぐにわかるさ。
ていたぞ。この光景、結構懐かしいだろ。手加減のできない戦闘だというのなら、どうして神の鍵を使わないの？だから、振りだよ、振り。お前を原始レベルにまでする必要はない。そうだろ？それに、本当に常在七雷を使うつもりなら、こうも早く姿を見せはしないさ。私が一線を越えたと思ってる人は誰なの？それがただの私の言い訳に過ぎないと、そう考えはしないのか？あなたのやり方を知ってる。確かにあなたは成り行きに従ってことを進めるタイプだけど、私と戦うためだけにそこまでしないと思う。へえ、賢くなったもんだな。それで誰なの？ハイヘビだ。理由に関しては私に聞いても無駄だ。あの性格をお前も知ってるだろ？あいつの言いたくないことは、あいつ以外誰も知ることはできない。だが、お前もなんとなく察してるんじゃないか？それとも、今でもこの楽園の本質が何なのか分かってないのか？私が掴んだ情報だと、ここはおそらく聖魂計画の一部ね。その通りだ。そして出発点は違えど、それこそが私がハイヘビの意見に賛同した理由だ。賛同？なぜ孫子がお前をここに来させたのかはわからない。だが、古の楽園が与える贈り物は、お前にとって意味がないもののはずだ。融合戦士によって作られた施設。そのターゲットは、もちろん融合戦士。もしくは、融合戦士になる予定の人だ。融合戦士。単刀直入に言おう。古の楽園が存在する本当の意味は、聖魂覚醒者のある封印を解くためだ。
やっぱりあなたはここの終点にたどり着いたの。終点かどうかは私にはわからない。何しろ彼女があの伝承を私に授けようとした時、私は断ったんだ。そして振り返らずにここを出た。あの人ってあなただったの？ここで私の話を聞いたのか？ケビンの記憶体がその話をしたわ。けどどうして？お前も封印を解いた姿を目にしたら、そういう疑問は出ないはずだ。あれは戦士というより怪物だった。私はそんな風になりたくない。あんな人間離れした姿を初めて目撃した時は衝撃を受けて興味が湧いてくるかもしれないが、私はその中に含まれてない。楽園に来る前、あの姿を初めて見た時から私はそう決めてたんだ。私にとって生き残るという言葉の意味に、人類であることを捨てることは含まれてないからな。どうだ、最初から私と戻っていた方が良かったってそう思うようになったか？いいえ、贈り物なんて気にしないわ。この目で全てを確かめることがここに来た目的だから。やっぱりな、お前を説得するのは無理だって分かってたよ。それでそろそろいいだろ、ライデン・メイさん。それとも私とずっとこの姿勢のままいるつもりか？つまりお前はここにいるということだな。ええ、残っても意味がないと思うようになるまでここにいるわ。あなたは？負けたんだからそろそろ戻って報告しないと。が、会わなければならない人が一人いたんだった。ここにしばらく残るかもしれない。じゃあな。雷鳴が来る。自分の運命と向き合うと決めました。仕方ないさ、ここじゃ対策が使えないんだ。そういう状況では私一人で律者を止められはしない。別の方法を考えてくれ。人ごとみたいな言い方だな。全然焦ってないし、お前の目的は最初から彼女の邪魔をすることじゃないように聞こえるぞ。ああ、これは失礼した。余計なお世話だったな。そうしよう。少し野暮用があって、私はしばらく楽園にいる。じゃあ。
ああ、戻ってきたのか。ええ、そっちはどう？まあまあだな。相手は律者だ。私にしては上出来だろう。理解してくれるさ。ならいいわ。そういえばさっきちゃんと聞けなかったことがあるんだけど、あなたがそういう封印の解けた姿を見たって話、それは他の幹部たちのこと、その洗礼を受けた人のことかしら。そうは言ってないぞ。まあいい。あの方がお前をここに来させたんだし、言っても支障はないだろう。その姿を見せたのは、孫主自身だ。ケビンが？私は幼い頃から組織にいたからな。知ってはならないことに触れてしまうこともある。その中に、あの方の別の一面も含まれてるんだ。けど、それは記録を読んだだけよね。ケビンが漁師の海から帰ってきたのは数ヶ月前のことだもの。ああ。だが、それに何の違いがあるというんだ？それと、私が目にしたのは、記録だけじゃない。どういう意味？孫子が帰ってきた後、早く回復するようにと、ハイヘビが崩壊獣私有の体を献上した。その時、ほんの一瞬だけだったが、突如湧いてくる力のせいか、孫子はそれをコントロールできなかったんだ。あなたたちの前であんな姿になったの？一瞬だけだったし、変化したのは、体の一部だけだったが、孫子があの時見せた危険と恐怖、他ではそう感じることのできないものだ。お前でもな。危険と恐怖？確かに、あなたはその言葉で普段の彼を表現しないわね。そうかもしれない。しかしあの時、私は心の中でほっとしたんだ。自分が運に恵まれてることに、そして英傑の贈り物を拒否したことに胸をなで下ろした。もしあの一線を越えてたら、私も今の私じゃなくなる。崩壊獣を使って力を回復させた。なら、彼はどれほどの力を回復したのかしら。
ケビン。他の人たちならまだしも、あなたまでそんな目で私を見るの？私たち、そんなに仲が悪いはずじゃないでしょ？君は変わった、メビウス。あら、気づいた？私、前より背が伸びたでしょ？ライデン・メイ。彼女は初めてこの古の楽園に来た律者だ。君なら最初に彼女の前に現れると思っていた。が、君は今になってやっと姿を見せた。どうしてだ？ケビン、私のことを新しいおもちゃを見つけてはすぐに飛びつく子供みたいに言わないで。そういう千載一遇、いいえ、万載一遇のチャンスには、私だってちゃんと準備しなくちゃいけないもの。じゃないと、万が一のことがあったら、その時、後悔してもしきれないわ。こんにちは、クライン。うん。あ、こんにちは。邪魔したかしら？あ、いいえ、慣れてるから。目の前の作業をしながら、博士が決めたスケジュールを聞く。それが私の日常だった。でも今は、古の楽園のメンテナンス作業だけすればいい。昔より、ずっと楽だ。簡単そうに言ってるけど、古の楽園のメンテナンスって、どう考えても一人でできる仕事じゃないわ。こんな長い時間の中でならなおさら。あ、平気。楽園中にはたくさんの仕事がある。仕事してると時間は早く感じる。だから、エネルギー供給が十分であれば、数万年だって、すぐに終わる。数万年の時間。大半の人類にとって、それはもう想像できないほどの長さだわ。うん。だから楽園のメンテナンス作業は武装人形。つまり私が担当してる。それも、博士に任された仕事の一つ。クライン、この数万年の間で、ここを出たいとか、思わなかったの？あなたは英傑たちとは違って、楽園の中に保存された記憶体じゃない。ここを出ることは、あなたにとって難しいことじゃないはずよ。
ダメ。まだ大事な仕事があるから、今は休めない。だけど、あなたはもう数万年も働いたわ、クライン。それに、イニシエの楽園のメンテナンスという、果てもない仕事は、最初から終わる日なんて来ないでしょ。いいえ、来る。少なくとも、メビウス博士はそう言った。それに、大事な仕事というのは、そのことじゃない。エデン、渡りガラスといろいろ交流があるそうね。うん、そうね。彼女、メイさんの友人だったの？ええ、そういうところかしら。渡りガラスさん。彼女は優秀な戦士で、同時にユーモアセンスも持っている。そういう友人には滅多に出会えないわ。ええ、わかってる。それでエデン、彼女は以前ここに来た時、あなたの刻印を受け入れたの？なんというか、確かにあの時、私は渡りガラスさんに会いたかったのだけど、メビウス博士が彼女に非常に興味があるみたいだったの。その、私は彼女に自己紹介する機会すらなかったわ。けど、渡りガラスの話によると、あなたが彼女に協力したんじゃないの？それはね、当時彼女は何の迷いもなくメビウス博士の贈り物を拒否したの。そのせいで二人の間に気まずい空気が流れていて、楽園全体がピリピリした雰囲気になっていたわ。私は顔を出して彼女に助け舟を出しただけよ。なるほどね。その後、渡りガラスさんはたまにここに戻って私とおしゃべりしたり、今の時代の芸術品を持って帰って私と共有したりするようになったの。え？芸術品を？ええ、油絵、宝石、それと小型の彫像とかをね。任務の途中で入手した珍しいものだって彼女がそう話していたわ。実を言うと、宝石以外のものは旧世代の芸術と全然違うけれど、それでも私はその独特な美しさを感じることができる。ただこうして今の時代の芸術の成長を見ているだけで私は癒されるのよ。渡りガラス、エデンに鑑定や値踏みをしてもらいたかっただけじゃないでしょうね。
その耳。また耳の話をする？もちろんいいわよ。それに前に言った触り合いをする提案だって、今もまだ有効だからね。いいえ、少し気になっただけよ。あなたは桜と同じ長編手術の影響が見た目に出るタイプ。そして全文明起源の人々は融合戦士に対してあまり友好的じゃなかったみたいね。仕方ないのよ、メイ。あなたも知っての通り、大旧律者が降臨した後、人々の性に対する考えは根本から変わったんだもの。想像してみて。一ヶ月前は公園のベンチでひなたぼっこしながら、胸元のポケットにしまってある恋人の手紙をいつでも読める状況だった。なのに、あっという間に何が起こったかもわからないまま全てが変わった。廃墟に座って、銃を持った兵士が食料を持ってくるのをただ待つ生活。そしてその生活がいつ終わるのかわからない。メイ、そんな状況では見た目が自分と異なる存在はもちろんのこと、老類に対してだって友好的にはなれないわ。災害が何を意味するかも、人々の変化には複雑な理由があることも分かってる。私が気になるのは、あなたの考えよ。人々があんな態度で接してきたから、さくらは自身の特殊なところを隠そうとした。なのにあなたは、それを誇りに思ってる。そんなに変？私この耳が大好きよ。可愛いし、私の気分によって動くの。見てみる？けど、人々の態度は簡単に変えられない。もう、どうしてそんなに気になるの？あんな環境の中では、理解されることと受け入れられること自体、贅沢な願いなのよ。あなたも気にしない。そうでしょ？その通り。やっぱり私たち気が合うわね。それに、一目見てすぐにわかる副作用よりも、目に見えないものの方がもっと恐ろしいかもしれないわ。千号のことかしら？メイにとって、千号の副作用は目に見えないものだったの？私が言ってるのは、メビウスのことよ。融合戦士になるために、彼女が払った代償は、少しも馬鹿にできないもの。けど、もし私がまた歳を取るようになったら、彼女を羨ましく思うかもしれないわね。
人々が彼を孫主と呼び始めたのはその後だったのね。新時代が始まった時から彼はもうヨルムンガンドの首領なのかと思ってたわ。それより私はあのことの方が気になるな。孫子を漁師の海に閉じ込められるのは英傑しかいないはずだ。ごめんなさい、友よ。たとえその相手が英傑でも、私は想像もできないわ。エリならできるかもしれないけど、あなたも知ってるように、彼女のはずがない。だから、それはケビン自身の意志だと思う。彼が最初から、成婚計画を始めていないことこそが、その証明じゃないかしら。それでも、あの方がしたことは、成婚計画と何の関係もないとは言い切れない。ジャッカルの話が本当なら、孫子がカスラナと名乗り出した時のことが様々な奇跡として脚色され、それがヨルムンガンドの信仰の大きな推進力となったという。あの方は意図があってそうしたってわけじゃなさそうだが。ケビン、先行者たちはいろんなことを体験した。それはもう私の時代ではないけれど、私は彼らに祝福を送りたいと思ってるわ。そういえば友よ、今回は何をしにここに来たの？昔みたいにお前と酒を飲んで世間話をするためさ。あなたのようなものは珍しいわ。後継者にとってこの酒も偽物に過ぎないというのに。確かに舌は味わいを感じられるし、酔った心地にもなれるけれど、それは意識を騙してるだけだと、彼らはそう思ってるわ。それの何が悪いんだ？古の楽園の技術を手にできないのが残念だよ。そうじゃなければ、意識のバー、最高のビジネスチャンスだろ？そうは思わないか？大多数の人はお前みたいにセンスがあるわけじゃない。彼らが酒を飲むのは味わいを楽しむためではなく酔えるからさ。本物の液体かどうかなんてどうでもいいんだ。それに、私が楽しみなのは、酒を飲んだ後に起きることだ。さあ、乾杯しようか。ええ、乾杯、我が友よ。カスラナか。
あの折れた剣、支配の鍵か。どうやって手に入れた？前に、フワからもらった剣のことかしら。フワにもらったんだけど、どうかしたの？他に支配の鍵を持ってる奴がいるのか。フワ、メイ、また嘘。まだあの時のことを気にしてるのね。なんだ、あの時の俺を理解してるのか。理解まではいかないけど、あなたが支配の鍵を使って何をしたかは知ってるわ。ずいぶん前にあなたは支配の鍵に接触することを火を追うがに禁じられた。そうよね。お前は死に急いでるのか？なぜそれを俺に聞くんだ？なんでもない。噂が本当かどうか検証してみただけよ。何せ、100本以上の支配の鍵を壊すのも簡単なことじゃないもの。残念ながら。その中に俺の本当に壊したい支配の鍵はなかった。どんな意図があって、そんなことをしたのかしら。律者としてあの海で死んだことは、エイマーにとって一番屈辱的な終わり方だった。あいつだけが本気で俺を殺そうとした。だから俺がこの手であいつを殺すのが筋ってもんだろう。神の鍵になるべきじゃない。俺以外、誰もあいつを使う資格はないんだ。その後に起きたことを考えたら、あなたは巡り合わせだ。人生というのはそういうもんだろう。まさかお前のその姿も運命だというのか、律者。それでいいんだ。少なくとも俺が融合戦士になった後、エイマーに最も純粋な結末を与えられた。あいつには似合わないが、広大な結末だ。お前の持つその剣が、すべてを見届けた。俺の長編因子がきっかけで、あいつはあのメイでさえ避けるような恐怖になった。これで一応、エイマーに顔向けできるはずだ。そうだろ？ようやくあることを確信したわ。現実にいるあなたは、まだ力が完全ではない状態だと、私はそう推測したけど。あなたは答えたくないみたいだから、私の推測は間違ってないって思うことにしたわ。だけど、
それでもあなたは限界を、あの特殊な姿を見せることはなかった。誰が君に教えた？それはあなたが知らなくていいことよ。と、はぐらかされる気分は。それでいい。もし、やむを得ない状況で僕があんな姿になったら。ライデン・メイ、おそらく君の世界はとうに終わりを迎え、君もここで過去を探索していないはずだ。やっぱり、あれがあなたの限界なのね。これ以上聞かなくても良さそうだわ。力に余計な説明はいらないもの。だけど、もう一つ。そういう崩壊獣のような姿は、融合戦士の共通した特徴なの。それとも、あなたは例外なのかしら。例外ではない。答えたくないなら別にいいわ。どうせ。今、例外ではないって？そこまで驚く必要はないだろう。あ、いえ、さっきの質問の答えは考えればすぐにわかることだったでしょ。私が驚いたのは、あなたが私の質問に答えたことの方よ。別に、初めてのことでもないだろう。忠告する。ライデン・メイ。特別な力を持つということは、その力を見せることではない。僕が君の立場なら、そういう一線を越えた者と出会ったとき、彼らを避けることしか考えない。皆が皆、僕のような態度で君に接するとは限らない。あなたのような態度？もし違うなら、それはむしろいいことじゃない？また会いましたね、フワ。え、こんにちは。少しわからないことがあって、聞いてもいいですか？え、それが私たちがここにいる目的ですから。外ではケビンと、あ、いえ、聞きたいのは、ここにいる人たちのうち、誰が現実の世界で生き残りましたか？記憶体ですから断言はできませんが、当時の状況はあまり楽観視できるようなものではありませんでした。しかし、楽園を起動できるのは、メビウス博士だけです。もしあなたの時代に何もトラブルがなければ、彼女は生還者の一人だったはずです。
メビウス。それで、そういう状況って試練をクリアしたと言えるの？ヨルムンガンドの幹部になったということはクリアしたってことだと思うがな。言ったはずだ。ヨルムンガンドは融通が利かないわけじゃない。試練には一定の基準がない可能性だってある。大事なのはここで脱皮できるかどうかだ。そういう言い方は誰かさんとそっくりね。彼女があなたの前に現れなかったことがむしろ意外だと思うわ。それで、あなたはどう脱皮したの？あの時、私は自分が狙われていることに気づいた。贈り物を受け取らない限り、ここを出られないと。で、洗礼を終わらせるためには、他の英傑の助けが必要だったんだ。大変だったのね。ああ、仕方なく。私はエデンのところに行って、彼女を通して孫子の記憶体と交渉することになった。最後、彼の許可を得たことで、私はここを出るチャンスを手にしたんだ。彼を説得したの？そんなに難しいことじゃないさ。私はちゃんと英傑に与えられた試練をクリアした。最後の贈り物を受け取りたくなかっただけだ。確かに、記憶体としてのあの方は苦手だが、合理的な人でもある。あなたを助けたのはエデンだと思ってたわ。エデン？その話はよせ。ここを出ようとした時、一番厄介だったのは彼女だ。私たちの仲は悪くないとはいえ、本当の意味で彼女に認められるために、私は多くの時間を費やしたよ。どうして？力で解決できる問題は問題じゃない。しかしエデンは、彼女が大事にしてるのは、力以外のものだったからな。暗い？さっきの戦闘データは右手側のテーブルに置いてある。分析結果はあと20分かかるから、ソファーに座って待つといい。冷蔵庫にはドリンク、テーブルの上にはお菓子がある。ゴミ箱は冷蔵庫の横にあるから分別を忘れずに。
あなたの言う仕事効率ってものをなんとなく理解できたわ。仕方ないよ。こうでもしないと時間通りに仕事を終わらせられない。今でも終わらせることができないけど。メビウスの助手はあなただけなの？違う。そうよね。え？一人だけじゃないの？正規の実験室に一定人数のスタッフがいるのは当たり前。けど、機械のメンテナンススタッフとインターンのアシスタント以外、うちの実験室の正規助手は確かにそう多くない。三人だけだ。私と復帰とジョカだ。復帰とジョカ、この二つの名前は確か。彼女たちは？彼女たちもここにいるの？何を言ってる。彼女たちは人類だ。武装人形でも融合戦士でもない。彼女たちはとうに休眠装置に入った。とはいえ計画通りだと彼女たちは新世代の文明の始め頃に目覚め、新たな文明を生み出す人類に協力していたはずだ。でも、人類には寿命がある。彼女たちが今でも生きてるはずがない。ごめんなさい。どうして謝る？火種計画はもともと彼女たちの仕事。仕事を完遂するのは当たり前のことじゃないの。当時のあなたたちの話をしましょう。話せることは特にない。今と同じ永遠に終わらない仕事があって、毎日がそうだった。じゃあ実験室であなたが担当した仕事は？全部。じゃあ彼女たちは何を担当したの？彼女たちは私の無意味な仕事を増やしてた。メビウスのことを少し話してもらえる？彼女に気をつけろって言ってきた人が結構いるの。彼女は火を追う蛾の最初のメンバーの一人だ。メイの才能に気づき、メイに組織を紹介したのも彼女だった。彼女は火を追う蛾で何を担当してたの？科学研究だ。その言葉に含まれるものは多すぎるわ。彼女が行ってきた研究のほとんどは知られていない。
成婚のことも、途中であの事故がなければ、火を追う側、最後まで何も知らなかったかもしれない。成婚も、メビウスが開発した技術なの？彼女は、成婚の原型を作った。しかし、もし彼女の方向性のまま研究を続けてたら、成婚は君が今知っている姿とは異なっていただろう。一人でこんなに複雑な仕事ができるなんて、クライン、本当にすごいわ。ありがとう。私もそう思う。けど、クライン、仕事を誰かに分けた方がいいって、そう思わないの？必要ない。王になれたから。昔、実験室にいた頃もそうだった。実験室ね。確か、メビウスにはもう二人の助手がいるって、そう話していたと思うけど。うん。復帰と除化。私の先輩だ。彼女たちは仕事を手伝ってくれなかったの？最初の頃は手伝ってくれたけど、その後は徐々に私一人になった。彼女たちは人類だ。仕事の効率に関しても、制度に関しても、私と比べられるわけがない。彼女たちの実験報告に修正の意見を提出しても、私が書き直した方がずっと早い。気づいたら、全部私がすることになった。自業自爆ってことね。でも、本音を言うと、彼女たちの話は、結構面白かった。私にとって、仕事の中で、数少ない、リラックスできる時間だった。あら。例えば、実験動画をアップロードしようとしたとき、ジョカが間違えて不要だったものをアップロードしたんだ。あの3分弱の動画は、実験が失敗した後、彼女と復帰がメビウス博士をごまかす方法を相談するという内容だった。しかも、会話があまりにも面白くて、注目を集めた。私の記憶が正しければ、あの日の火を追う側の内部ネットが、もちろん、その後の彼女たちは、反省文代わりに、実験室安全ルールを100回書き写すよう、メビウス博士に命令されたよ。そういう楽しい人たちだ。彼女たちがいると、実験室の雰囲気が明るくなる。たまに仕事の効率に影響を及ぼす時もあるけど。
彼女たちは実験室を出たの？うん。侵食の律者の事件からしばらくして、復帰とメビウス博士が喧嘩したんだ。もうしばらくして、彼女は、ジョカと共に、実験室を出た。彼女たちはどこに行ったの？火種計画。以前教えたはずだ。メイ博士の指令か。それとも、別の英傑の使命か。とにかく、実験室を出て間もなく、彼女たちは、新しい職場を見つけた。彼女たちにとって、それは、いいことだったのかもしれない。ああ、帰ってきたのか。まだないけど、ふと、あなただけが答えられることに気づいたわ、先輩。その呼び方は怖いな。なんだ、言ってみろ。ケビンの記憶体と話したとき、ヨルムンガンドは彼が作ったものじゃないと彼に言われた。お前、あの方を孫子と呼ぶこともできないのか？変な感じがするぞ。まるで、私がお前の下にいるみたいだ。そういう義務はないわ。冗談だ。この古の楽園に来たら、お前も考えを変え、真の幹部として前を向くと思ったんだがな。ジャッカルの被害者が増えないためにも、私はずっとお前のコードネームを考えてたんだぞ。例えば、レッドサンダードラゴンとか。話を戻すわよ、ワダリガラス。ヨルムンガンドの創設者がケビンではないことに、あなたは少しも驚いていないみたいね。ああ、とっくに知ってたからな。今まで私はヨルムンガンドという名前に含まれている意味がわからなかった。今考えると、蛇というのはメビウスのことなのね。その通り。ヨルムンガンドの本当の創設者は彼女だ。別に秘密でも何でもない。ただ、お前みたいな入り方は前例がないからな。知らなくても当然さ。もちろん、私もここに来て、初めて彼女に会った。初めて？現実でメビウスに会ったことがないの？ここにいる彼女こそが、メビウス本人だってそう言われたわ。それならヨルムンガンドは彼女の支配下にあってもおかしくない。それは嘘だな。今のヨルムンガンドにとって、孫子こそが唯一の首領。というか、神だ。いえ、最初から気づいてたわ。ヨルムンガンドのメンバーは、ただの部下というより、ケビンの信者みたい。より正確に言うと、幹部たちが信仰してるのは誰かとかじゃない。一つの理念、意志だ。そして孫子とその成婚計画は、まさにそういう意志の象徴なんだ。当然、長いこと存在してきたヨルムンガンドだ。実際その長い時間の中で、信仰が弱まることだってあるだろう。
彼らの疑いを消せるのは伝説のような存在、倒れることのない狩猟だ。英傑のことね。その通りだ。まあお前に対しては効き目がないみたいだがな。無事のようじゃぬ。今回の口調はいつもと少し違うみたいだけれど。今回何時はエリシアの影から帰ってきたのじゃ。他の試練とは違う。そのことを考えると少なくとも何時は普通の律者ではないということじゃ。それはどうかしら。彼女は全力を出していなかったから。でも、彼女に関する噂を耳にしたわ。戦後、彼はエリシアとの戦闘で相手に触れる機会すらなかったみたいね。本音を言うと、あの二人のイメージと全然違う気がする。大したことではないぞ。彼女が、いな、世界中の人々が何かを手にするのと同じ。時にその意志とは関係なく、選べぬものじゃ。そうであっても、エリシアの持つものはあまりにも都合がいいわ。長編手術の副作用でさえ、彼女にとっては、贈り物みたいなものだった。それが現実というものやもしれん。そう。じゃがその贈り物は所有者に害を与えることもある。その面においては戦後でもエリシアでも同じじゃ。裏切り者。誰にとっても、それは重い呼び名のはず。それは、誰のことを言っておる？エリシアよ。誰かがそんな風に彼女を呼んだわ。何時は聞く相手を間違えたのやもしれぬ。確かにエリシアは個性が強いが、それが疑われることも、非難される理由にもならん。あれ？彼女は自分の功績を口にしたことはないが、彼女が火を追う我のために、人類のためにしてきたことは、誰もが知っている。彼女にとって、世界は、荒波に落ちた紙の船のようなものじゃ。しかしエリシアは何があっても船を海の中に沈ませはしない。それが彼女の楽しみであり、責任じゃ。どうやらあるタイミングまでみんな彼女のことを信頼してたようね。ここにいたのね。エリシアさん、
何か用事でも？用事がなかったら会いに来ちゃいけないの？ごめん、まだ終わってない仕事がたくさんある。あら、本当に一秒も休もうとしないのね。メビウスに見られて言及されるのが怖いの？大丈夫、彼女なら理解してくれるわ。だって思わず私と話したくなるのはごく当たり前のことだからね。それに私たち仲良しだったでしょ。私が実験室を出るたびに必ずあなたのほっぺたをつまんでた。ああ、仕方ないわよね。だって女の子はふわふわした可愛いものに弱いから。そんなことがあったなんて知らなかった。そうよね、あれはもう一人のあなただもの。武装人形の原理はよく知らないけれど、死因再現とやらを試してみるのはどうかしら。もしかしたらあなたの記憶を呼び戻せるかもしれないわよ。死因再現。来ないで。やめて。お。あなたの話だと、英傑に対する信仰こそがヨルムンガンドをつなぎ止める本当の力。ここに足を踏み入れる前から彼らの存在を知ってたの？当然だ。伝説の13人の英雄。もともとは成婚計画を実現するための保険だった。性質は異なるが、ヨルムンガンドを宗教団体だと考えたら、より理解しやすいかもしれないな。成婚計画こそが、ヨルムンガンドの教義。しかし教義だけあっても、信者は集まらない。人々には具体的な神が必要だ。それは組織の初期において最も重要だった。そしてそれこそ、ヨルムンガンドを率いるのが英傑でないとならない理由でもある。つまり、今のケビンの席に他の英傑が座ることになっても構わないということね。そうだ。大多数の人間にとって、信仰の出発点はとても単純なもの。世界を変えるような、一撃で変革をもたらす力だ。どこかの世界の泡では、お前の大事な委員長が首領になってるかもしれないぞ。そしたら名前も変わってるかもな。例えば、フェニックスとか。退去の蛇とか。その話だと、成婚計画こそがヨルムンガンドの信仰の要ね。だけど私の知ってる幹部たちは
忠実な信者というよりも用意周到な執行者に見えるわ。それがハイヘビの求めるものだ。彼の言葉を借りるなら、誰も昇る太陽に興奮しない。もし自分の信仰に必然的な自信があるのなら、熱狂したりしない。お前が見た奴らはちょうど、聖魂計画の最も忠実な支持者だ。それぞれ違う目的を持ってるが、みんな同じ渇望を心に秘めてる。あなたみたいに。私？言っただろ。知ってることが他の人より多いだけで、外部メンバーと何の違いもないぞ。ヨルムンガンドの給料が高くなければ、そもそも戻ってこなかったしな。つまり、事実上、あなたがヨルムンガンドを作った張本人なのね。あら、ラットさん。あの組織に随分と長く在籍してるのに、今まで知らなかったの？みんなに信頼されてないとか、仲間外れにされてるのかな。それとも、どこにいたってあなたはずっと部外者ってこと？メビス、そんなことで私を動揺させようとしてるのなら、それは力の無駄よ。ヨルムンガンドが私を信頼してるかどうか、最初から気にしてないもの。むしろあなた、自分で作った組織なのに、今そのメンバーたちは別の人を孫主だと呼んでる。彼の意志を唯一の信仰と教場だと思ってる。メビウス、あなたが今どんな気持ちなのか、私は知りたいわ。私の気持ち？それはもちろん。どうでもいいと思ってるわ。ヨルムンガンドの王座、誰が座っても構わない。私でも、ケビンでも、メイでも、あなたでも、全然構わないわ。なぜなら、誰であろうと、その一人の意志で、この巨大な蛇の軌跡を変えられはしないから。それに、厳密に言うと、ヨルムンガンドの創設者は、私でもなく、ハイヘビよ。ハイヘビ。私の推測では、彼もあなたが作ったものなのよね。ええ。その通り。だけど誤解しないで。人々がヨルムンガンドを作ったのを私だと思い込んだのは、ハイヘビが私の意志についていくことを選んだからよ。他の理由じゃないわ。あなたの意志、確かに
あなたが聖痕の原型を作ったとケビンが言ってたわ。あら、全部知ってたのね。まったく、もう少し謙遜するふりをしてたかったのに。けどね、ケビンの言った通り、私は聖痕の原型を作ったまでよ。あなたの知ってる聖痕や聖痕計画、それらは全部私とメイ博士が共同で完成させたものなの。はぁ、メイ博士ったら、もう少し早く聖痕計画を実行してくれていれば、私たちは別の結末を迎えられていたのかもしれないのに。メビウス、聖痕計画、何かが違う気がする。聖痕計画と彼女にはこれほど深いつながりがあって、彼女も全文明の終焉で死んでいないとなると、どうして聖痕計画の執行者は彼女じゃなくケビンになったの。できればもうクラインのことで私のところに来ないでほしい。あなたも言ったはず、あれは私じゃない、別の人だ。彼女の経歴はよく知らないし興味もない。そうだったの？あんな大事なこと、メビウスなら教えてると思ったわ。博士は、そういうことを気にするような人じゃない。本当にそう？彼女があなたに名前を付けたとき、何も言わなかった？クラインという名前だけど、かつてはある人類のものだったのよ。知ってる。彼女は博士の助手だった。データベースでその記録を読んだ。あら、知ってたの？それなら話は早いわね。さあクライン、目を閉じて深呼吸して、過去の記憶を呼び戻してあげるから。やめて、エリシアさん。私は私。博士は私に他の人の記憶を埋め込んでない。あなたの探してるクラインは、とうに存在しない。いいわ。そこまで言われたら、私も諦めることにする。けど、今あなたが口にした言葉は、何があってもメビウスには言わないようにね、クライン。どうしたの、メイさん。何か悩み事でもあるのかしら。メビウスのことよ。あら、メビウス博士。また無理難題を言ってきたとか？けど、平気よ。博士が何かを強要することは滅多にないから。何か困ったことがあったら、断ればいいのよ。いいえ、そういった話じゃない。メビウスのところで気になる言葉を耳にしたの。エリシアを裏切り者だって、彼女はそう呼んだわ。裏切り者。
私にとってエリは一度も裏切っていないけれど、メビウス博士にとってはその通りかもしれないわね。え？それに傍観者として私たちはみんな裏切り者と言えるかもしれないわ。信念を裏切った者、命を裏切った者、それから人類という存在自体を裏切った者。私もそうだった。私は未来を裏切ったの。すまない。わからないんだけど、どうして会うたびに私に謝るの？私に謝らないといけないようなことなんて記憶にないけど。過去の因果を知る必要はないんだよ、クライン。助けられるはずのものを助けられなかった。僕にとっては、それもまた誤証なんだ。ごめん、意味がよくわからない。私にも理解できるような言葉でもう一度話してくれる？なんだかこの光景前にも何度か目にしたことがあるような気がするわ。何か用事でも？なんて言うべきかしら。最近女の子と一緒にいたりする？女の子？私もたまたま見かけただけよ。背はメイより少し低くてもっと大人っぽいけど、メイと同じく可愛らしい子。彼女、ヨルムンガンドの幹部なの？渡りガラスのことかしら。そうね。私にも紹介してくれる？ほら、私たちすごく仲がいいでしょ？メイは私の仲間に会ったし。だから、私もメイの友達と知り合いになりたい。互いの理解をもっと深めたいの。もちろん、私たちが一番の仲良しであることは、何があっても変わらないからね。私の覚えている限りだと、ヨルムンガンドの幹部は、イニシエの楽園の洗礼を受けなければならないはず。そんなに興味があるなら、どうして彼女のところに行かなかったの？
言われてみれば、確かに見覚えがあるわ。彼女はここに来たことがある。けど、あの時ずっとフードをかぶってたから、顔がよくわからなくて。あら、彼女が来たみたいだわ。邪魔はしないでおくから、約束してよ。次こそ紹介してね。今のは？会ったことないの？火を追う英傑第2位、エリシア。エリシア？彼女があのエリシアなのか？どうしたの？なんでもない。彼女に関する記録を読んだことはあるが、いにしえの楽園で彼女に会ったことはないんだ。資料に記載された戦果だけを見るに、もっと威厳のある人だと思ったが、まさか花のような少女だったとは。その言い方、彼女と気が合うと思うわ。話を戻すけど、英傑全員に会っていないの？そんなこと、できる奴なんていないだろう。ハイヘビの話によると、今まで多くても6人、もしくは7人ぐらいだとか。まさかお前、全員と会ったのか？まだよ。けど、それも時間の問題だと思うわ。それもそうだな。お前は私たちとは違う。六、七人。あなたはどうだったの？私は、もっと話にならないな。黄金、刹那、旧姓、無限。その四人だけだ。大滅もいたでしょ？あなたはあの仮面をかぶった男の話をしていたわ。できることなら、私の記憶から消えてほしいがな。同感ね。また会ったね、律者のお姉ちゃん。先に言っておくけど、あなたの実験には何の興味もないから。これ以上時間を無駄にしたくないのなら、その話やめた方がいいわ。はぁ、はいはい。私が情熱的になりすぎたせいで悪い印象を残してしまったようね。お姉ちゃん、私のことをマッドサイエンティストだと思わないでね。私はただ、あなたと面白いことをしたいと思っただけよ。別に実験室に行かなくたっていいわ。あなたがその気になってくれれば、あなたの興味のある話題から仲を深めることだってできるから。私の話聞いてなかったの？ち、これもダメ、あれもダメ。ラットさん、私をお茶やお花見に誘うつもりじゃないでしょうね。私、そんな過ごし方をするようなタイプに見える？今まで確かにそう思ってたわ。わざと隠そうとしても、一人の人間と彼女の作ったものとは共通するところがある。
けど、あなたは、少なくとも性格に関しては、あなたたちは少しも似てないみたい。何？クラインと一緒にお花見でもしてきたの？ハイヘビのことよ。彼の傲慢さと冷酷さは置いておくとして、ほとんどの場合において彼は紳士的だと言えるわ。へえ、なるほど。それが言いたかったのね。随分と回りくどい言い方だったわ。けど、紳士？彼はちゃんと自分の道を見つけたようね。その、嬉しそうね。彼のことは気にしないと思ってたわ。ええ。確かにそう考えた時もあった。何せ、ハイヘビはクラインと違って、新技術のテスト中に偶然誕生した副産物だったんだもの。そして、その新技術が実現可能だと確認した後、最初のハイヘビは廃棄所に捨てたわ。けどその翌日、再びそこを通った時、彼はまだ生きていた。そして、意識があることに気づいた。信じられる？ 80% 以上の有機体が腐食したにもかかわらず、生きていたの。しかも目覚ましい進化まで遂げて。彼はあんなにも醜くありながら、美しい。そんな生物は見たことがなかった。その醜い両目から、生きようとする意志を、生きるための光を感じた。それは今まで人類の中で見たことのない、言葉で表現できない美しさよ。だから、彼にチャンスを与えることにした。生きるチャンスを。彼が自分の力で脱皮して、命に新しい形を作ることができるか、私は見てみたかった。楽しみにしていたわ。もちろん、彼が成功するかどうか、私はそれに干渉するつもりはない。彼には無限の可能性があるもの。彼の進む道を作る資格なんて、私にはないでしょ？自分の手で作った命に対して、あなたはずっとそういう無責任な態度だったのね。人類はずっと、そうしてきたじゃない。生まれた後、勝手に捨てられ、一人でこの世界に向き合わないといけない。人類は、ずっとそうしてきた。例外なんてないわ。私はヨルムンガンドで、全文明の第十二律者に関するデータを読ませてもらったわ。彼女のあり方は他の律者とは大きな違いがあった。どちらかというと意識を持つウイルスのような。それならもう私に聞く必要はない。私が知ってるのはそれだけ。だけど、私の記憶が正しければ、
メビウスは第十二律者の実験や研究に熱を入れていたはず。彼女の実力であれば、それ以上の情報を掴んでいてもおかしくないわ。それとも、あの時、あなたはその場にいなかったの？あなたは運がいい、実験体。メビウス博士が今の話を聞いてたら、大変なことになってたかもしれない。皮肉を言ってると、博士に思われる可能性がある。え？第十二律者に対する研究の多くは失敗に終わった。だけど、博士は頑張った。すべての人類を第十二律者のような生命体に進化させることで、崩壊の暴れる世界で生き残る。それは、かつての博士の考えだったけど、最後まで実現できなかった。大半の人にとって、むしろほっとするようなことだと思うけど。ん？メビウスの考えは、もう狂気という言葉で表現できるような範疇を超えてるわ。成婚計画でさえ、そんなものはもう人類には耐えられないものだと言える。実験体、あなたにとって私は人類と呼べる？あなた自身は、あなたは人類と呼べる？そういうことだよ。博士の考えの多くは他人から見て確かに狂気じみたものだった。博士は人類がどんな形で存在すべきかを気にしてないと多くの人たちはそう思った。だけど、彼ら自身も人類とは何か、どう定義するか分かってない。メイ殿、キオラ殿。ああ、サクラ、また来たぞ。観光してるように言わないでほしいんだけど。あ？確かに、お前にはまだやらなければならないことがあるが、私の任務はもう終わったからな。だったら早く戻ったら？嫌だ。ここにいる限り、任務執行中ということになるからな。計画的休暇だ。わかるか？ほら、さくらも私に同意してくれてるぞ。気を使ってもらってるだけよ。すまぬ。ただ、こういう楽しそうな会話は久しぶりじゃったからの。毒葉に入ってから、わらわの生活には血と刀しか残らず、息抜きするどころか感情さえも封じねばならなかった。二人を見ていると、妹と暮らした日々を思い出すのじゃ。生活が苦しいとはいえ、わらわたちにとっては、人生の中で最も楽しかった時間じゃった。わらわたちの時代は最終的に破滅を迎えたが、少なくともその日が来るまで、妹は健康に、無事に過ごすことができた。
わらわにとってそれが一番の慰めじゃ。もしわらわが事故で戦死しなければ、当時の妹の状況をもっと知ることができたのじゃが。終焉が訪れるとき、彼女のそばに誰がおったのか。あの子は寂しがり屋での、穏やかな最後を迎えられていればいいんじゃが。すまぬ。妹の話になるとつい口数が増えてしまうのじゃ。驚いてはおらぬか？そんなことないさ。私にはそういう経験はないが、お前のような姉がいて、きっと妹さんは最後まで幸せだったと思うぞ。ええ、私もそう思ってるわ。はあ。前文明起源の頃のメビウスも、人を手術台へ誘うことに熱心だったんですか？嫌なことを思い出させてしまったみたいですね。彼女の申し出は、必ず断った方がいいです。たとえ応じた方がいいと思えるような状況だったとしても断ってください。なぜならその状況ですらメビウス博士が仕込んだものの可能性がありますから。彼女とはいろいろあったんですね。ええ、他の人たちも同じことを言うかもしれませんが、私の言葉はより真実味があるかもしれません。例えばどんなことが？似たような経験があまりにも多く、どれから話せばいいのか私も困りますね。もちろんメビウス博士にもいいところはあります。彼女は公平を重んじる人です。他人に何かをする前に彼女は必ず自分の体を使って実験をします。ですが、彼女は最後まで理解しなかったんです。人と人の受容力がそれぞれ違うことを。蛇は暗闇の中でも前に進めますが、人類は明かりを持たないと絶望に飲み込まれていくだけです。それは第十二律者に対する彼女の研究のことですか？律者に対するメビウス博士の研究は昔からある程度黙認されてましたが、人類がどんな形で存在するかを彼女は少しも気にしません。しかしあの時まで私たちはそれに気づけませんでした。そのせいで論争が起こりました。あの状況での論争は破滅を意味するとあなたにもわかるでしょう。人類の共通した敵が現れていなかったら、もしかすると文明を終わらせていたのは私たち自身だったかもしれません。
クライン、あなたはメビウスの助手として彼女の行ったほとんどの研究に参加したと聞いたけど。それが大中立者事件の後の研究なら、そうだよ。私は大中立者の事件が終わった後、博士に作られた。それ以前の実験と研究に関しては、資料の記録を確認するしかできない。それって、あなたも約束の惨劇を経験したの？うん。私は最初の被害者の一人だった。あの時、私は現場にいて、データの測定と記録を担当してた。だけど、第十一律者の影響で、私はすぐに動けなくなった。他の崩壊エネルギー設備と同じようにね。再び目が覚めた時、私は、もう博士の実験室にいた。事件の詳細は、後で知った。私を戦場から連れ戻すために、博士は、彼女は、自ら第十一律者の領域に入り、そのせいで大きな代価を支払ったの。どうやらメビウスにとって、あなたは特別な存在みたいね。いいえ、私も博士が作った多くの生命体の一つ。特別なところは何もない。それに、博士に従ってきた人たちの中には、博士がそうまでする価値のある人がたくさんいた。ただ、最終的に、彼らは博士から離れた。わかるわ。メビウスを理解するのは簡単なことじゃない。当然。簡単に理解されるような人が偉くなれるはずがない。あなたがエリシアに会ったことがないなんて、どう考えても納得がいかないわ。どうした？なんとなく、あなたと彼女は似てると思う。詳しくは言えないけど、そういう感覚がするの。褒め言葉として受け取っておく。そういえば、お前は彼女と仲がいいみたいだな。あなたが考えてるような関係じゃないわ。そうか？お前たちが話してるのをよく見かけるぞ。彼女はお前のことが気になるみたいだが、理由は？お前が律者だからか？その質問、私も彼女に聞いたことがあるけど。で？彼女はどう答えた？なんだ、教えてくれないのか？いいえ。ただ、彼女の答えは、あ、いいわ。私が綺麗だから、それが彼女の答えよ。なんて？何の価値もない答えなのは明らかよ。エリシアは何か隠し事をしてる。何か企んでること自体、彼女は隠そうとしていないの。
どうしたの？ああ、彼女はこうも話していたわね。あなたの前に現れなかったのは、あなたがフードをかぶってて顔がよくわからなかったから。え、そういうことよ。ああ、そうなんだ。別に気にしてないぞ。気にしてるんだ。あなたが過去を大事にするタイプだったとは知らなかったわ。あら、ラッドさん。もう教えたことを忘れたみたいね。証拠がないことは他人に聞かない方がいい。無知だって思われちゃう。あら、そうかしら。知らず知らずのうちにクラインに関することを耳にしたわ。どうしてあなたが彼女を作った理由とハイヘビを作った理由が違うって言ったのか、なんとなく理解できたわ。クラインを作ったというより、本当はクラインに生き返ってもらいたかったんじゃないの？知らず知らずのうちに、ねえ。ラッドさんったら、本当に口が上手ね。まさか私の過去に興味を持ってくれるとは。けどね、それは過去を大事にしてるわけじゃないのよ。だって、クラインは大従立者になったんだもの。なら、律者をモデルにして新しい武装人形を作るのも別に変わったことじゃないでしょ？それに、はぁ、残念。あの頃、彼女がまだ生きていたらもっと研究価値があったのにね。かつてのクラインは大従立者の一人だった。ん？何？その顔は？へえ、なるほど。知らなかったのね。あなたを買いかぶりすぎていたかしら。あなたと戦後、あなたたちの知り合いは、あの事件で大従立者になった。なのに、あなたと彼の態度は全然違う。私が何を考えているかわかる？ふーん。言ってみて。クラインの死に対して、本当はあなたがそう見せているように、全然気にしていないわけじゃない。ただ、あなたは戦後と違う行動をとっただけ。戦後は復讐を選んだけど、あなたは、クラインを救いたかった。もういい。本当に、あなたはおしゃべりね。カウンセリングなんて必要ないわ。戦後、彼はバカで、獣よ。あんな風に怒りに任せて行動するなんて。そんな愚かなこと、私がするわけがないでしょ。
けど、そうね。彼らが勝手にクラインを殺さなかったら、もしかしたら彼女を人類に戻す方法があったかもしれないわね。それで、クラインを殺した人って誰なの？ふん、さあね。彼らはスーだって言ってたけれど、あなたは信じる？あの優しい医者が人を救うんじゃなくて人を殺すことを選ぶなんて、そんなわかりやすい嘘をあなたは信じるの？それにあんな特殊な状況の中なら、大獣立者の個体を生け捕りにした方が戦局の役に立つのに、どう考えても彼がそんなことをするはずがないわ。彼らが真相を隠しているのは明らかよ。私は様々な理由があって、その時間に起きたことを確かめることはできなかったから。彼らは恐れていたのよ。私が真相を知った後、戦後のように復讐に走ることを。愚かね。愚かすぎるわ。